オタほの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタほです。ちょっと前からどうしても欲しいものがあって、それが欲しいがために、今日とある場所に行ってたんですよね。というわけで、今日紹介するのは、これだてーん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 。R2D2 <laughs> ポップコーンバゲットです僕ね、この、 ディズニーランド限定の R2D2 のポップコーンバケット。これが本当にずっと前から欲しかったんですよね。というわけでね、今動画を撮影している12月18日。そうです。スターウォーズ、フォースの覚醒の劇場公開日に合わせて、このポップコーンバケットも発売されました。ご覧ください。これめっちゃくちゃ可愛いですよね。 ちなみに僕はディズニーランドの朝9時のオープンに合わせて、あの、ちょっと前に行ったんですけども、その時点ですでに70分待ちだったんですよね。まぁ、あ、ちょっと僕ディズニーランドの中全くわかんないアウェイだったから、もうすごい探して探してまぁ行ったんですけどもね。まぁ、あ、70分待ってやっと購入しました。各部はこういう風になっています。稼働する箇所はこの部分ですね。各部にシルバーやブルー、黒や赤などで塗装が施されています。 そしてこのポップコーンバケット、あの肩からぶら下げるんですよね。で、ここに、スターツアーツ、ザ・アドベンチャーズ・コンティニューと書いてあります。で、ここを開けると、ご覧ください。この中にポップコーンを入れるわけですね。で、本当はこれ買うときに、こう、手されたときの状態で、中にポップコーンが入るんですけど、僕あの、ポップコーンいらないですって言ったら、このままくれました。で、ここで閉めるわけですね。うーん。 いいですね。<laughs> で、まあ、その僕、ポップコーンをいらないって言ったら、ポップコーン引き換え券。これをもらいました。も、ま、う、あ、こう見た感じだと、この期日までにポップコーンバケットを持っていけば、このディズニーランドかディズニーシー、あの、どこのポップコーンワゴンのところでも、このポップコーン入れてくれるそうです。ちなみにこれが欲しいと思っている方、これディズニーランドの1箇所でしか販売していません。販売している場所は、トゥモローランドのポッピングポッドっていうところで売ってます。 でね、自分が買い終えた後に、行列が4時間待ちだったんですよね。びっくりしました。なんかみんなやっぱ欲しかったんですね、これ。いやね、確かにね、すごい可愛いんですよ。これ大きさも手頃でいいですよね。これね、大きさ、ちょっとガング野郎的には気になるよね。おちょうどこれ30センチの物差しが、ここだから、だいたい30センチぐらいです。なんかこう、インテリアとしてもいいですよね。 ちなみに今のところ、あの、僕調べたんですけど、数量制限はないそうです。だからね、あの <laughs>、並んでてね、4個とか5個とか、あのね、何十個も買ってる人いたんですよ。<laughs> ま、あ、どのくらいでなくなっちゃうかわからないんですけど、もし気になる方は、早めのゲットをお勧めします。というわけで今回の R2D2、ポップコーンバケットのレビュー、いかがだったでしょうかまあ、ちょっと僕苦労して手に入れたんですけど、本当に可愛くて満足です。今回の動画、面白かったな。楽しかった。 参考になったという方、チャンネル登録や、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。おー、これ、かわいいね、とか。<laughs> まさかオタワが買うとは思わなかった、とか。あ、そうだね、スターウォーズついに劇場公開されたね、とか。あ、僕はスターウォーズ好きなんだよね、とか。どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタワでした。